山田和が山田和が山田和八1879年、明治12年12月1日から1957年、昭和32年9月6日は、婦人運動家、社会思想家、旧姓は朝葉、神奈川県出身。和賀は1879年、明治12年、神奈川県三浦郡栗浜村、現在の横須賀市栗浜で、浅羽や平次と、 三重の三女として生まれた。朝化けは、久村の名主を務めた豪能で、屋号を森の家と言い,い、見事な屋敷林があった。我がは、子供の頃は、優しく、朗らかで、理髪な子であった。尋常小学校を優秀な成績で卒業し、進学を強く望んだが、女に学問はいらないという時世、高等小学校への進学はさせてもらえず子守屋。 畑仕事などの家事の手伝いをし、16歳で竹へ、と継いだ。ところが、成果を継いだ長兄の代に、実家は財を失い、実家を救おうと奔走するが今家からの助けは、得られなかった。18歳の頃、主戦奴の夫と別れて1897年、明治30年と米、しかし騙されて、シアトルで苦害に見沈めていた時、1900年、明治33年に、 新聞記者、立井ブ三郎に救われて、サンフランシスコに脱出。その後サンフランシスコのキリスト教長老派教会のミッションハウス、後にキャメロンハウスと呼ばれるようになった救済施設に身を寄せ、キリスト教に入信し、通訳として働く。1903年、明治36年に社会学者、山田義吉の英語塾へ入り翌年結婚。 1906年、明治39年に帰国、東京四谷区に居住。カキツの下で、スウェーデンの社会思想家、エレン・ケイ、1849から1926の母性主義の思想に触れ、以後、妊娠、出産、育児にあたる母親を国家により保護する、すなわち国による母性の保護を思想信条とした。カキツの外国語塾の塾生。 大杉久氏を通じて知った平塚来町の政党史上にエレン・ケイ、オリーブ・シュライナーなどの翻訳や小説、随筆を寄稿、新婦人協会の設立時には評議員の一人として参加。また1934年、昭和9年5月、母性保護法制定則新婦人連盟、翌年4月、母性保護連盟と会唱が結成されると初代委員長に任。 運動の成果は、1937年、昭和12年3月に、母子保護法の成立として結実する。なお、国家による母性保護を奴隷道徳、依頼主義と難時、女子の徹底した独立を唱える与佐野明子、社会主義者の山川菊江らの批判に対し、平塚雷町と共に激しく反爆、母性保護論争と呼ばれる論戦を展開した。1906年、 明治三十九年、夫の柿津が開いた山田外国語塾には大杉久氏がおり、後に平塚来長、市川夫さえ、伊藤野え、吉谷信子らが集まった。我がは、1911年、明治44年に創刊された雑誌、政党の1913年、大正2年11月号に、南アフリカの女性思想家オリブ。 シュライネルの若き愛とサトシの自覚、三つの夢の翻訳エッセイを割いたこれを機に政党者のメンバーの一人となった我がは以降、政党史上へ、シュライネルの翻訳文を積極的に投稿した。その後もアメリカの社会学者、ウォードの論文、女子の教育について、スウェーデンの女流思想家、エレン・ケイの児童の世紀といった翻訳文を載せるた、感想。 評論文を載せるようになった。政党史上に多様な分泌活動を始めた。我がは次第に新進の女流評論家として認識されるようになっていった。雑誌、政党は我がの参加により、それまでの文学史的傾向から次第に女性解放史的傾向に移行していき、やがて日本最初の女性解放運動の基礎となる新婦人協会を誕生させることとなった。 山田和歌が女流評論家として世にあまねく知られる存在になったのは東京朝日新聞の女性相談欄の答え者となり大衆の心の奥底に触れた答えを返すことによるものであった。1916年大正5年2月に政党が廃刊となりそれまでの政党メンバーはあるものは母性保護運動にあるものは婦人参政権運動に そしてまたあるものは、社会主義的婦人運動へとおののが、自の主張した方向へとその舵を取っていったのである。母性保護論争は1918年、大正7年、与謝野明子、平塚来長、山田若、山川菊江が参加し、約1年にわたり、繰り広げられ、論争は4つともえとなって展開して行った。その争点は、女性の育児と就労は両立できるかにあり、 アキコは、両立可能とし母子に対する国の経済的保護は必要ないとした。大長、我がは両立は不可能と市国の保護の必要を訴えた。この母性保護論争を発端に我がは1934年、昭和9年、母性保護連盟の初代委員長になった。この母性保護連盟における活動は、我がの社会事業への船出となり、委員長就任の翌年、社団法人、 母を守るの会を立ち上げる。その後、母子保護法交付、1937年、昭和12年の2年後の1939年、昭和14年には、困窮母子を支える、畑ヶ谷母子寮と、畑ヶ谷保育園を完成させた。1945年、昭和20年の東京大空襲で、施設も自宅も廃になり、 町には不老児や売春婦が溢れ大きな社会問題に、なっていた。そんな折、連合軍総司令部は、交渉制度廃止の方針を示した。これを機に我がは、廃戦2年後の1947年、昭和22年、婦人保護施設、旗ヶ谷女子学園の名で施設を再開した。1952年、昭和27年、母を守るの会の看板が、 婦人福祉会になった後も離承職,職にあったが1957年昭和32年9月にその生涯を閉じた去年77歳。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。